口癖の重要性について、斉藤ひとり先生は、成功とはどんな口癖を持っているかで決まるとおっしゃっています。とても初歩的な質問で申し訳ありませんが、なぜ成功するためには口癖が重要なのでしょうか。口癖の効果を教えていただければ幸いです。はい、こういうことです。あのね、口癖っていうのはその人が思ってることが出るということなんです。日頃何を思ってるか。だから大した口癖いらないんです。なんかあるたび、大丈夫大丈夫とかね。それから頑張ろうとかさ、やる気十分ですとかさ、そういう人がこう明るくなるとか自分を鼓舞するようなものを持ってる人っていうのは口癖がそうだっていうことは、日頃考えてることがそうだっていうことなの。だから簡単な逆に言えば口癖を作っちゃうと、あの言葉に引っ張られて気持ちがそうなっちゃうこともあるんだよね。すぐ落ち込んじゃう、これダメだなっていうのが口癖の人と、大丈夫大丈夫って、失敗なんか何回したって成功はすれんだからとか、そういう簡単な口癖を持ってる方が成功するよってことです。以上です。これからの時代に大切になる口癖がありますか？斉藤ひとり先生の大ファンです。楽しく成功したいので、天国言葉、今日一日人に親切にしよう、奉仕のつもりで働こう、この人にすべての良きことが雪崩のごとく起きます、私は愛と光と忍耐です、といった斉藤ひとり先生から教わった口癖を楽しく実践しています。今年以降、ますます経済が厳しくなるという予測がありますが、これからの時代を生き抜くのに特に役立つ口癖があればお教えいただけませんでしょうか。またお金に好かれる口癖があればお教えください。こういうことですね。あのこれから暗くなりますからね、明るい言葉なら何でもいいの、大丈夫大丈夫とかね、心配ないよとかね、みんなが暗くなるときに明るいことを言える人、明るいことを言える人が指導者なんだよね。だからそれを、明るいことを、暗くなるったらみんなが暗いこと言うからね、その時一緒に暗いこと言っちゃダメだよ。それだけ。あともう一つ、あのお金に好かれる言葉がありますかっていうけど、それはあのお金に好かれる、あの口癖っていうのはね、好かれない人ってね、人生金じゃないとかね、そういうことを言うんだよね。だから人生金だとかって言ってんじゃないんだよ。大切なものってさ、友達も大切だし友情も大切なんだよね。だけどあの金の悪口を言うのだけはやめた方がいい。それを言うんだあったら、お金大切大切だよねって、それからお金を生み出してくれる仕事って大切だよねとか、そういう当たり前のことを言わないと、お金から嫌われるよっていうことです。以上です。